2000年の改祖の際に定められたウルフ・オリンズ社のデザインによるテートのロゴテートは、イギリス政府の持つイギリス美術コレクションや、近現代美術コレクションを所蔵、管理する組織で、ロンドンなど各地にある国立の美術館を運営する。2000年の改祖以前は、テートギャラリーと呼ばれたが、それ以後は、テートギャラリーと呼ばれることはなく、単に、テートという。佐藤先生。 特に角座等の特許買収、製造デザインを成したサーヘンリー・テートが自身のイギリス同時代絵画のコレクションを1889年にナショナルギャラリーに寄贈しようとしたことが発端であった。ナショナルギャラリーは場所の余裕がないと却下したが、このことはイギリス国内に同時代絵画を展覧する美術館を開館せよという議論を起こした。特に当時、 フランスが同時代の作品を展示する国立の美術館、リュクサンブルール美術館を開設し、国内外の芸術愛好家を集めていたことが、イギリス人を刺激した。右与曲折の末、国立のイギリス美術展示館を新たに建設することが決定し、ヘンリー・テートの集めた絵画や素描、彫刻などのコレクションとナショナルギャラリー肖像のイギリス絵画をもとに、ナショナルギャラリーの文館、 ナショナルギャラリー・オブ・ブリティッシュ・アートが、ロンドン南部、ミルバンク地区のテムズ・カハに1897年、開設された。1955年からは、文館ではなく、独自の組織、デートギャラリーになっている。当初は、ナショナルギャラリーに収蔵しきれない、イギリスの美術作品を、収蔵展示することが設立の主目的で、ゲインズ・バラ、ホガース、ターナー、ラファエル・ゼンパなどの、 各時代のイギリス絵画の名品を徐々に揃えていった。20世紀初頭には何度も増築が行われ、チューダー朝以降の歴史的な作品も収集範囲に加わった。1916年、サーヒューレーンの収集した海外作品の遺贈を受け入れたことをきっかけに、外国の近代美術、現代美術も収集、展示し始めたが、所蔵作品の増加によって、 展示場所と収蔵庫の不足に悩まされることになった。また、テートギャラリーは、ニューヨーク近代美術館、パリのポンピデュセンターなど、世界的な現代美術館にかなう規模ではなかったため、ロンドンに、近現代美術の新しい美術館が待望されていた。1980年代以降テートギャラリーは、リバプールとセントアイブスに文館を開館する一方、ナショナルギャラリーや、ビクトリア アルバート美術館も含めた国立の他の美術館と再編や役割分担について検討した。その結果、テートギャラリーの新館をロンドンに作り、ミルバンクの本館をイギリス美術のギャラリーに、新館を近現代美術のギャラリーにする方針が決められた。こうして2000年に新館テートモダンが完成、翌2001年にミルバンクのテートギャラリーがテートブリテンとして、 再開館し、現在に至っている。2000年をもって、テートギャラリー及びその文館は、テートの名を冠する4つの国立美術館の連合体であるテートへと改祖された。テートのコレクションは4つの館が共有する一体のものであり、定期的に各館でのコレクションの移動が行われている。テートは、イギリス政府の文化、メディアスポーツ省に属する外閣公共団体に、 位置づけられている。ロンドンに二つ、地方に二つの館があり、独自の企画展も行っている。またインターネット上のサイトも、各館と同等の事業とみなされている。テートは、ミルバンクのテートブル店に本部を置き、表議委員会のもと管理され、キュレーター、保存、修復技術者、展示、保管技術者、調査部門、総務部門、教育活動部門、 大企業活動部門のほか、雑誌や美術書を発行する出版社なども抱えている。文化、メディアスポーツ賞の資金のほか、各種の基金などからの寄付で運営されている。テートは1984年より、イギリス在住で重要な活動をした現代、美術作家に対して授与されるターナー賞を主催している。外部の選考委員も交えて、候補者を数名まで絞り、テートブリテンで、 候補者らによるグループ展、ターナー商店を開催する。その場で最終選考を行い、俳優など各界のセレブリティを集めたパーティーで受賞者を発表する。その模様はゴールデンタイムにチャンネル読んで生中継され、選考結果は美術関係者からタブロイド島で様々な人々の異論、反論などを読んでいる。ありがとうございます。